取るのかって感じですね。怖いよ。とりあえず前から来る車は有給をつける車はつけてますね。まあ、とりあえず気をつけて走っていきたいと思います。これはまた大変だぞ。とりあえずあの興味インター目がけて走ってはいきますね。なんとか高速動いてるっぽいのでそっち向けて走っていきたいと思います。これ動かなくなったら本当にあの峠越えなきゃいけないんで超怖いですからね。さあ頼むで、行くまでに高速止まらないでねっていう願いと走っていきたいと思います。あーこれ絶対もうこの先雪あるな。ここでこんな風な脇に出てきたって感じやで。あとはちょっと道がこれ凍ってなんてかになってないことだけをちょっと祈るばかりですね。これは慎重に走っていきましょう。うわマイナス4度になったね。あの温度計
は本当に怖いな。雪が乗っかってるんでまだねあれですけど、そんでもなんだかんだ言ったって雪がありゃ怖いっすよね。ではなんとかするかもしれないですけど、ちょっとその辺は分かんないですけど、まあ、とりあえずちょっとねずっと撮りながら進んでいってみようと思います。タイヤ、ヘッドの軸のタイヤ、あれね、ちょうど昨日か、また新品に変えてるんですよ。なので、ラッキーやったね。結構減ってたので、ここで新品また入れるっていうのは、かなりありがたかったな。いいタイミングでした。あと、いろいろローテしたり、まあ、減ってきてるタイヤ変えてもらったりとか、まあ、そういう感じでちょっとタイヤ交換したんで、まあ、タイミング良かったっすね。まあ、まだ溝とか残ってる状態なんですけど、まあ、スタッドレスとしては結構減ってきたかなみたいな感じのタイヤだったので、まあ、いつまた雪終わった頃に全然まだまだ使えるタイヤなんで、その時に使って、でタイヤ何本か買わないといけないんで1年 でなんでこの冬の間にもう一回いいやつを入れて、その方が安全じゃないですか、少しでもっていうので、こうやって変える、冬の間に1回変えるっていうか、新品を入れるっていうかね、そういうことしてますね。このカーブ怖いよ。
雪の方も結構ファーっと降ってる感じですかね。みんな怖えと思いながら走ってるんですよね多分ね。怖え、なにこれ、怖えってなってるんですよね多分ね。僕もこの毎年ここをね北陸に向けてとか雪の中走ってるんですけど、こう慣れることないですからね。怖いもん怖いですからね。慣れてるでしょみたいな感じで言われるんですけど、慣れることなんかないですよこれ、怖いんで。今日こそ本当にあれだな、この卸の現着した時にああってなるんだろうな、これ着いたみたいな。早そうなりてえな、本当ああ着いたよ。お疲れさんってなるよね。なりたいわ早く。ここは今マイナス4度、ここはってさっきもマイナス4度か。さあこんな感じで雪道、冬道を走ってますが、皆さんは結構走られてるんですかね、雪道とかは。出したあたりからずっとねこの新しいカメラで撮ってるんですけど、やっぱりね僕がなんか表現したい感じとかそういうのが撮れるんでやっぱいいですね、カメラ。お、これはゆっくりめですよ。これ登らなくなるの嫌だからちょっとだけスピード上げてほしいな。から上りだからね、なるべくならスピードを落としたくないんですけど、ガンガン落ちますねこれ、やば、うわーやべえなこれ。ターンちょっとスピードを上げてほしい。
昔は峠があったんで今トンネルできたんですけど、それでもちょっとね登ってからのトンネルなので、昔はこのトンネルね、こっちの下りの方が怖くてね、すごい急勾配の急カーブでテカテカになる場所ですごい怖かったんですけど、こういうトンネルできて本当にね楽になったんですけど、ちょっと今僕は軽くピンチを迎えてます軽くピンチを迎えてます。ちょっと前の車が若干もう少しスピードアップをしてくれると誠にありがたいんですが、あんまり遅いと書いちゃうんですよね。僕のはデフロックがついてないからね、書き出しちゃったらもうアウトなんで、うわー、どんどんスピード落ちてきたな。頼む、アクセルを踏んでくれ、アクセルを踏んでくれ。怖いのはわかる怖いのはわかるよ。でも上りは大丈夫、よっぽどあのアクセルオフすれば車ちゃんと止まるから。上りは、下りはね本当怖いからスピード出すとねそのまま行っちゃうけど、上りはアクセルパッて離せばスピード一気にね、上り坂なんでぐっと落ちちゃうんで大丈夫なんで、あの踏むとこはちゃんとアクセルを踏んでいかないと本当に登らなくなっちゃいますんで、これトラックね、みんなこういうのここなんですよ。たまにニュースとかでもあるじゃないですか、トラックが登らなくなってますって。あれね、多分ねその前に何かあるんですよその前にあって、ああ、動かなくなったつって前の車たちがみんな行っちゃうんで、であのトラック引っかかっとるやん、登らんくなっとるやんってなるんですよ。まあ登らんくはなっとるのは間違いないんですけどその前にそういう何かがあるんですよ。おー、なんとか登りきた。そう、それを本当にね、あの報道の人たちもどういう状況でこうなったんですかって聞いてほしいのね。なんかトラックが登らなくなって、トラックがですね悪いみたいな感じで言うんですけど、あれも本当ね、本当ちょっと頼むわって思います頼むわ本当に。あの僕らもこれ結構ね重量とか積んでるんで、本当にあんまりねこうずっとチェーン巻いてるっていう状態でもチェーン切れちゃうんでね、でやっぱり必要なところで必要に使いたいので、チェーンもでないところは、あ、ここは、まあ、雪の状態とか見てですけどね、まだ行けそうだなと思ったらやっぱりあのチェーン巻かずに走ってたりするんで、まあ、その辺の判断が難しいんですけどね、本当に雪道は。ただああいうのをニュースとかで見てると、映像とかで見てると、うわ多分これ何かでここに止まっちゃったんだろうなみたいな、多分普通に動いてたら普通に上がってたんだろうなと思ったりするの多々ありますもんね。本当ね、トラックって止まるともう全然なんですよ。なんか前の車の出口で一気にスピード落としそうな気がするね。早めに離れておこうか、離れておいて十分離れてるけど、もうちょっと余裕を持っておこうか、なんかそんな気がするな。スピードぐーっと落としそうな気がする。寝たとこやっぱ雪あるんで、さっきの感じからするとなんかスピード落としそうな気がするね。来たね、ちょっと離れててよかったね。ここで慌てて僕の方もブレーキガンガン踏むようになっちゃうと怖いので、いいよ、慎重に行こう、慎重に。下
下りはね本当に気をつけて、滑り出すとどんなに勢いでそのまま滑ってちゃうんで、下りはやっぱ何にしろ怖いんでゆっくり行っていいと思います。上りは本当さっき言ったみたいにね、アクセル離すと結構スピード一気にグーンと落ちるんで、割とね大丈夫ですよ。まあ大丈夫ですって、僕が大丈夫やって言ったんで、バンバンとアクセル踏んでいくってわけにはいかないですよそんなんしたら本当に滑り出して大変なことになる。ある程度はって話で聞いてもらえればいいと思います。おお、なんか除雪車がドワーッと並んどって、ちょっとかっこいいな。カメラには映ってなかったかもしれないけど、結構ね、ぐるぐる来るんで、ね、と怖いですよね。あんまり詰まってくると。まあ、怖いよね、やっぱね、雪道は。本当に後ろが詰まってきて、あ、これはちょっとあれかなと思ったら、避けれる場所があるなら、もう避けた方がいいです。怖い時は後ろからのプレッシャーも来ると、余計にもうやっぱちょっと自分が走れるよりスピード上げちゃったりするんで、もう怖いなと思ったら、寄れるとこがあったらもう寄って、もう行かしちゃった方がいいですね。逆にこうずっとつながってると、それがプレッシャーになってきちゃうんで、それは雪道ではね、結構後ろからのプレッシャーって意外と感じちゃうんで、でどんどんねちょっとスピード上げなきゃなみたいになってくるんで、そう、避けれるところがあったら避けるっていうのが一番いいんですけど、結局こうやって避けるところがあっても避けないと、これイライラする人だと、ここでね今度イライラして、もうこう早行け早行けってプレッシャーを与える人も中にはいるんで、やっぱりもうそうすると怖いじゃないですか、運転してる方からするとね。なんでやっぱり避けれるところがあったら避けるっていうのが必要だと思います。こうやって走るのに、僕らも結構ねやっぱトラック後ろに繋がってきたりすると、避けれるとこがあったりすると避けたりするんですよ。やっぱりその方が自分らが楽に走れるっていうか、まあ、どうしてもトレーラーなんて遅いじゃないですか。そうするとやっぱ避けれるとこで避けて、自分のペースそれで走っていくっていうのがやっぱ一番いいですね。多分この前の車ももう結構限界ぐらい怖いと思うんですよ。この今もう30キロぐらいで走ってるんですけど、もう限界結構ね怖いはずなんですよ。これ多分ね広いとこでもう避けちゃった方がいいですね。たちはもうちょっとスピード多分ね高い位置で走ってるんで、僕今こう押さえてますけど、これ後ろの人とか乗用車だと多分ね普通にゴイゴイくっついてきますからね。僕は乗用車乗ってるとそういうの普通にあるんで雪道とかね、写真撮りに行くときとかに走りに行くと、もう結構グイグイくっついてくるんで、危ないよと思ってわざとこう離れてると、前の車と後ろからもゴイゴイ早を押して、なんか押してけってぐらいくっついてくる車いっぱいいるんで、本当ねプレッシャーになっちゃうんで、避けた方が楽ですよ、こういう時は。でも本当ね雪質を見て、雪の状態を見て待機所とかでも避けないと、峠の下り坂の要は待機スペース
ああいうとこって意外とね、下がテッカテカの場合があるんで、入ったら止まれんとかそういうこともあるんで、ああいう状況もちょっと見ながらの、あの判断をした方がいいと思いますけど、昔あの峠の下りで後ろのトラック先行かせようと思って入ったら最後もうブレーキ踏んでもテッカテカで全然止まらずにそのまままた本線の方出てきたってことありましたもんねそういうこともあるんで、やっぱその状態も見ながらの話になってくるんですけど、まあ、雪が乗ってればねよっぽどあれですけど、ある程度一定で走ってくれれば一番いいと思います。雪道はね、あの上り坂でぐーっとスピードが落ちてくるのは本当にトラックとしたら後ろのもうちょっと勘弁してって思うんで、スピード落とさないでってなるんで、まあ、そこはちょっと乗用車の人たちに注意してもらえると僕らはもっとスムーズに走りやすいかなみたいな感じですね。あれ本当きついですよ、上りでこうグーって一気にスピードが落ちてくるやつうわーってなるんですよ。ここアクセル踏みたいとこなのに踏めんっていうね。僕らはね本当重たいんで、上り坂になると一気にこうなんていうんですか、失速しちゃうんで、やっぱもう踏んでいかないと上っていかないんで、アクセルをその辺のね、あの感じが乗用車とはちょっと多分違うと思うんで、そういうところをなんか踏まえて前で走ってくれると一定ですと、あの後ろ走っててあー楽だと思いますね。走っててこの乗用車の人楽だな、このペースで行ってくれるといいなみたいな。平坦だから大丈夫なんですけど、平坦って言ってもちょっとのねあれでもね、僕の場合トレーラーとかこのタンデフの三軸しかもデフなしこれ結構ねやっぱね、あのスタートとかきついですよね、滑ったりするんで、なるべくは止まりたくはないなって感じ。こうやってちょっと夕方の時間、こういう時間ってやっぱ止まる車が多いんで、どうしても止まることが多くなっちゃうじゃないですか。なのでやっぱりあの気をつけたいですよね、まあ、どうしても止まらなきゃいけない時にね、もう前が詰まっちゃったらもう止まらなきゃいけないんですけど、まあ、なるべく止まらなくてもいいようにと思いながら走ってますけど、あの信号のタイミングがなんかね、そろそろ変わりそうな雰囲気があるんですけど、変わらないのかな、いけるのかな。あー変わったね、これもう止まらなくていいかいや、あまり止まりたくないんですよ。
るから大丈夫って言ってね、あのへっちゃらで止まってると本当に動かなくなったら嫌なんでやべえ動かなくなっちまったじゃんみたいになったら嫌なんで、時間って言って怒られちゃうんでね。あまり鳴らしたらダメですよ。あ、反対車線車すげえ多いな。結構しっかり雪道やね。北陸はどうなんだろうね、どうなってるんだろうね。ここちょっとね、あのこれ高山の町の中なんですけど、町の中ってことはねな、高山の中なんですけど、おー今86じゃね、止まっとったの。あの昔の AE86 やったね、まあ、それじゃねえわ。ここは信号が本当多いので、ちょっとあの気をつけて走っていきたいですよね。あの歩行者とかもね多いから、この辺だと これは逆にあの早く高速に乗ったら楽になるかな。でっかい音で鳴るな、おい。まあ、この先も多分ね、こんな感じなんで、とりあえず町のとことか、まあ、よいしょよいしょ、走っていきたいと思います。なんか、まあ、ずっと流しててもあれなんで。
るかもしれないな、これ前が結構見づらいぐらい降ってくる、降ってますもんね。が行かないけど、ちゃんと動いてるよね、高速。頼むよ。上がってきますからね。わあ、結構下の方で失速しちゃったな、これ。ここの上りがね、結構ダラダラと上っていく場所なんで。したくなかったんですけど、失速しちゃったな。なんだ言いながら、こういう雪道とかは夜走る方がいいですね。乗車とかもね、だいぶ少なくなっているので、自分のこの感覚とかで走れるので、やっぱり夜の方が楽ですね。ただね、今その運行管理があるんで、昔みたいに夜走ってくわみたいなのできないんで、そこをうまくやりながら走っていかないといけないですね。まだこのぐらいの感じなんで、まだ大丈夫っぽいですけど、もうちょっと雪がふかふかの雪で除雪入ってなかったら多分登ってないですね。登らなかったかもしれないですね。今
上りの下の方で失速しちゃったんで、あそこでぐーっとスピード感乗ると、まあ、全然なんかへっちゃらな感じでいけるんですけどね、本当そのタイミングなんですよね。まあ今日はね雪がこの感じなんで、あ大丈夫だろうって感じはありますけど、まあ、分かんないですよ、この先はどうなってるか。今のところはまあ大丈夫だろうっていう感じでしたけど、この先がどうなってるかは分かんないです。一番怖いやつですね、これ。恐ろしいですね。結構吹雪いてますよね、道とか雪もね。右側とかからも行ける感じなのかな、ちょっと分かんないけど、まあ行かないとこ怖いんで、もし 変な動きされたら怖いんであそこまでちょっと我慢してここで行こうかな。どっち行くんだ。じゃあ僕はこっち行かせてもらうよ。こっちね段差がすげえからね、あんまりあれなんだ。多分ね、岐阜の方に行くから向こう通ってると思うので、僕は富山方面で行きます。そうですね、あの車は岐阜方面行くんで大丈夫です。なんかまくったみたいになるけど違いますからね、ちゃんと。お、除雪が行きよるぜ。みんな岐阜方面ばっかだな。
が後ろに繋がっている車たちは、とりあえず高速乗ったので、ね、気をつけてまた走っていきたいと思います。どっかであれだな、パーキング、白川パーキングかなんか、あ、まあ、トンネルで解けんかな、ワイパーをパンパンしたいけど大丈夫か、トンネルで解けてまうか。
ふわーってなってる。もうふわーってなってる。もうふわーってなってる。すげえ。おぉ。
ずジャンクションはちょっとゆっくりめでね、気をつけて走っていきたいと思いますね。バックしとったよ。あかんて。そういうことしたら。これここ行き過ぎてバックしてたら今。怖っ。何やってんだろうな。
今僕の後ろにはもうトラックがいてハザード焚いてくれてるので僕は消してますが、なるべく、ね、下がこういう路面の時は早めに焚いて知らせた方がいいですよね、後ろには。乗用車スピンして多分トラック当たったのかな、どうなんだろうね、トラックも止まってたよね。危ない危ない本当に。気をつけてよ。もう嫌だよああいうのは。怖いわ。本当に。
が吹いちゃいますね。まだトラックとかね、こう僕らも重たいんで、割とこういうとこ乗っかってもね、浦和で普通に走れちゃいますけど、乗用車は本当ね、そこそこ前の危険みたいになっちゃいますからね。雪がこうやって残ってる時は気をつけた方がいいですよ、本当。
着しまして疲れた。で今鍋焼きうどんというか味噌煮込みうどんを作ってる最中です。というかもうできたんですけど、よいしょ、はい、こんな感じです。ということでいただきます。あー疲れた。ほんと疲れたわ。やっぱ雪道は疲れますね。よっしゃ、ということで食べていきたいと思います。腹減った本当に。ご飯食わずに来てたんで暑そうやなこれ。あっか。